お餅をあげてボリュームアップ、生姜を使って体温まる汁物レシピに仕上げました。揚げ出し餅をご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず大根と生姜はすりおろします。三つ葉は根を落として3センチの長さに切ります。タケノコは熱湯を回しかけます。4等分のくし形切りにしましょう。穂先の部分を使用すると切りやすいですよ。鍋にめんつゆを入れ、三つ葉とタケノコを加えて煮ます。水溶き片栗粉でとろみをつけましょう。170度に熱した揚げ油で餅を揚げます。器に餅、大根、生姜、三つ葉、タケノコを先に盛り付け、つゆを注ぎます。かつお節を添えれば出来上がりです。外はカリッと、中は柔らかい揚げたての餅をお召し上がりください。